ちゃんとなんかそれに適したキャラを、まあ最初は仕方ないですけど、次のリスポンまでとかに、なんだろうな、相手のキャラクター見て、やっぱこっちの方がいいかなとかって変えることも結構大事だなと思いますね。なんか多分エイムとか全然なくても戦えると思いますけどね。ちゃんとキャラクターの相性が合ってれば。あとは味方とのその相性もあるけど。やばい。このマックリーっていうキャラクターはアタックヒーローなんですけど、E キーでフラッシュを投げれるんですよ。で、フラッシュ投げたらこんな感じで、当たったキャラクターは一定時間ひるんじゃうんですね。で、攻撃はこの単発打ちと右クリックの6発自動で出るバースト打ちがあります。なので、フラッシュを当てて、右クリックをぶち込むと。で、シフトを押すとローリングできるんですけど、これをすると、すぐにリロードをしてくれます。ちょっと見ててね。今6分の3じゃないですか。6分の6だから、まあ、一連の流れとしては、例えばタンクみたいな HP すげえ硬いようなやつに対しては、フラッシュ当てて6発ぶち込んで、またすぐリロードして、また6発ぶち込むみたいな動きをすると 速攻タンク落とせます。要は12発うまくいけば入るので。あとはフラッシュを当てるためにワーとこのローリングを最初に使って前を一気に詰めるっていうやり方も有効っすね。ああいうトレーサーみたいな動き速いキャラクターに対しても、フラッシュ使えば動き止めれるので。まあトレーサーに関しては動きが速いので、まあこんな感じでフラッシュ当てれば、うまく当てることができれば勝ち確っすね。で、こいつのウルトは、もう死んじゃった。敵がいねえ。ダメだった。まあ今マークみたいに出てたと思うんですけど、 あれが赤いマークと一緒に重なったとこで打つと、何ダメージだっけな、600ダメージ、400だったっけ。まあダメージ入るんですよ。 だからこれをうまく使えば敵を一掃できるという まあ最強のアタックヒーローですね。バスチョンもこんな感じでフラッシュ当てると動きが止まるので。まあ割と単発で違ううまく当てれれば、
トリプルキル。で、まあ、キャンセルしても、ウルト50%残るので、まあ、もしダメでもキャンセルしてしまえば、またすぐに貯まるので。やべ、死ぬ。ありがとう。まあ、エイムに自信がある人は、まくり使えば、超活躍できますね。まあ、フラッシュを当ててしまえば、絶対に殺せるので、まあ、絶対じゃないですけど、まあ、ほぼ殺せますね。こんな感じで一気に4、5人は一掃できる力持ってます。 うまくいけばですけどね。ちゃんとなんかそれに適したキャラを、まあ最初は仕方ないですけど、 次のリスポーンまでとかに、なんだろうな、相手のキャラクター見て、やっぱこっちの方がいいかなとかって変えることも結構大事だなと思いますね。だから多分エイムとか全然なくても戦えると思いますけどね。ちゃんとキャラクターの相性が合ってれば。あとは味方とのその相性もあるけど、やばい。このマックリーっていうキャラクターはアタックヒーローなんですけど、フラッシュ使えば動き止めれるので。まあ、トレーサーに関しては動きが早いので、まあこんな感じでフラッシュ当てれば、うまく当てることができれば勝ち確っすね。で、こいつのウルトは、あ、もう死んじゃった。敵がいねえ。ダメだった。まあ今マークみたいに出てたと思うんですけど、あれが赤いマークと一緒に重なったとこで打つと、何ダメージだっけな、600ダメージ400、今6分の3じゃないですか、6分の6だから、まあ一連の流れとしては、例えばタンクみたいな HP すげえ硬いようなやつに対しては、フラッシュ当てて6発ぶち込んで、またすぐリロードして、また6発ぶち込むみたいな動きをすると、速攻タンク落とせます。要は12発うまくいけば入るので。あとはまあ、フラッシュを当てるためにワーとこのローリングを最初に使って前を一気に詰めるっていうやり方も有効っすね。まあ、ああいうトレーサーみたいな動き速いキャラクターに対しても、いいキーでフラッシュを投げれるんですよ。で、フラッシュ投げたらこんな感じで、当たったキャラクターは一定時間ひるんじゃうんですね。で、攻撃はこの単発打ちと右クリックの6発自動で出るバースト打ちがあります。
なので、フラッシュを当てて、あ、ミークリックをぶち込むと。で、シフトを押すとローリングできるんですけど、これをすると、すぐにリロードをしてくれます。ちょっと見ててね。やったっけ？まあダメージ入るんですよ。だからこれをうまく使えば敵を一掃できるという まあ最強のアタックヒーローですね。バスチョンもこんな感じでフラッシュ当てると動きが止まるので。割と単発で違ううまく当てれれば、トリプルキル。で、まあキャンセルしてもウルト50%